なめくじ食らえということで、すぐ目の前のねこの医務室に入っていくと、あ、間違えた、これも映画見たことある人だったら多分わかると思うんですけど、ロンがマルフォイに対してなめくじ食らえの呪文を使ったんだけど、自分に跳ね返っちゃってきて、口からめっちゃなめくじ出る呪文にかかっちゃった小ネタがここにあります。え、これマジガチで結構ちゃんとなめくじじゃん。うわ待って、めっちゃ結構リアルで気持ち悪い。そう、この呪文にかかっちゃうと一定時間ねなめくじを口から吐き続けるっていう最悪な呪文だよね。うん、辛そう、めっちゃ白目向いてるもんだって。